たまさん人気じゃんね、インスタに上げてる。あ、そうですか。まあ、だって本当綺麗なインスタ作っとんさんですね。なんかね。たまちゃん有名人や。有名人ね。営業社員、第一園芸センターさん。しないよ。うん。美味しかろう。どこ味やろうかね。どこ味でしょうね。カツは何年生ですか。5年生の中じゃないけど4年生です。なんて言ったら4年生やった。4年。1年さ。とかね。絶対出てるね、北川小学校、うん、中学校も北川小学校じゃありません。どこですか。ちょうど甲府で引っ越した県ですね。3月末に引っ越した県。赤松やった。赤松が近いんです。あ、近いけど赤松に最近まで転校したかって言って、転校するのは5年生の区切りのいい5年生でしなさいって言って。どうせほら中学校同じ県ね、城南で。そうそうそう、うん、あとちょっとや、あとちょっとや県って言う。僕も城南やった県。あ、そうですか。ええ、城南中です。じゃあ俺の先輩やね。そうですね。すいませんね、先輩。俺の先輩。この辺住んどったらみんな城南って。うちだって城南や。じゃあ俺の先輩。そうだよ。赤松城南だから。赤松城南ね。赤松城南はあの都会でやるんだよね。そうね。田舎やね。うん、っていいよってね。だって今北川線も都会やけどね。そうそうそう、北川線も今大岡ですもん。大岡大岡、北川線の方が大中かな今は。うん、北川線の方が大抵で食べる。